近ゴルフの腕は落ちてない。ゴルフはやってたのちょこちょこ。毎週やってる。毎週やってんのかい。もうじゃあこっち前より上手くなっちゃってんじゃん。そんなやってんのかい。じゃあ学生時代より上手くなっちゃってん。それありますね。あるよね。そんなもんなんだよねゴルフって。なんか研修生でも研修生やめてからの方が上手くなったって。小暮れね、小暮れみたいなね。小暮れ。いや小暮れなんかもう如実にそうですからね。あ、そう。うん。いやまあ小暮れは特にジャムさんのキャディやったりして頭あのゴルフの作ったじゃないですか。はあ、はあ、はあ、余計ですよね。だっていまだにアンダーパーで回ったりしますもん。やっぱりコンディションいいと。そんなやつなかなかいないよね。たっくんもその道行ったな。楽しいでしょ。一番楽しいすっごい楽しますもんね。体なんかストレッチやってんすか。めっちゃ柔らかいっすよ、ね、一切僕あの大きいとこは柔らかいんですけど、ね、なんか股関節とかすごい硬いんですよ。へえ。全然柔らかくはないですね。へえ。なんか肩とかめっちゃ柔らかそうやね。ここだけ。へえ。股関節は尾崎家で硬いよね。それはもう昭和遺伝だから。骨格がそうだ。またエリカちゃんとまたキャロウちゃんはあのキャメロンにパター変えたんですか。なんかこの前オーストラリアかニュージーランド行ってるやつ写真見たら、うん、使ってました。あ、ま、何種類か持ってるみたいですね。あ、そうなの、はい、フィーリングに合うやつ、そのグリーンのフィーリングに合うやつ使ってんじゃないですかね。あ、そういうプロ結構います。あの子なんか結構スワンネックというかあのちょっとこういうアイアン型のちょっと変わったネック好きじゃないですか、うん、ピンタイプはってほとんど使ってないですよね。ピンネックはね。ね、うん、ピンネックは珍しいですよね。めっちゃボトムのねネックでね、珍しいやつあるんですよ、うん、それこそアイアン型みたいな。はいはい。なんか言えますかね。どうだろう。まあ見てみないと分かんないでしょうけど、うん、ていうかなんか、メンさんのパターが、強烈なパターができたよね。いいんすか、見て。マジっすか。あ、ごめんなさい。これ、俺ね、英語全くできへんすけど、Google で英語を調べて、はい、アメリカ人からこうたんすよ。だってこれ GSS なんで、100万パターですよね。Oh my god! 100万だよ。100万で聞かないでしょ。105万ぐらいです。使ってますけどね。使ってます。寝ちゃった。すいません、めっちゃいい。じゃあ、使ってください。もえさん、これ YouTube 出していいですか。いいですよ。狙われないでください。これ本当盗まれますよ。うん、これ絶対就職の時とか絶対気をつけてください。そうですね。あのメンバーコースとかはもう全部見張ってくれてます、ね、ああ。でもあの一番普段はゴルフ場の言うたら最後帰る時にパッてカバン持っていられるんですよ。ああ、並べてるところにカバンごとパクられる。こんなの番長見たらもう今日来ますよ。あ、今なりそう。うん、よいしょ、ありがとうございます。
宮下さん、あの石森さんってまあまあ来るんすか、月1回ぐらい。クラブ決まった？大体。はい、大体決まりました。うん、もう多分シムは使わないので。うん。これマーベリック。マーベリックだ。はい。ドライバーも。ドライバーはちょっとパイロンさせてもらった。ああ、まだだね。パイロンこれです。だってあのマーベリックとかもあったけど打ち込みしてからってことでしょ？そうですね。はい。うん、まあとりあえず1試合やってきてるしね。はい、あアイアンはこれだ。そうですね。うん。これはあのハイブリッドっていうか。うんうんうん。ドライビングラインでテイラーで P750 だ。はい、いいじゃん。久々にドライバー見せてくれよ、マーベリックを。マーベリック。かく見て、このくらい前、あと2年後には触れるようになってなきゃダメなんだぞ。いい音、簡単に。お、300キャリー超えてる超えてる。後で広いけん。これ今ちょっと昼め、うん、でも昼めでこの球なんだ。完璧。OK、サンキューサンキュー。これ前何使ったっけ？前は M5 です。M5 だよね。全然打感違うよね。全然違います。でももうこっち慣れた。こっちの方がでもいいっす。あ、好きなんだ。あ、吹けないんで。ああ、そうだね。今吹けてないもんね。いい球だもんね。OK、分かった。サンキューサンキュー。はい。飯食えるようになった、うん、なった今日は一生懸命食った、いいスイングじゃ、いいスイングじゃ。ねえ、まあでも球打ってたら大丈夫でしょ。まだ半袖は無理だろうけど。無理です。
うん、えい、しゅんちゃん見せてくれよ。左サイドがっつり来るようになった。え、引くなよ引くなよ引くなよ。ミニクラブやってる時と同じ感じ。うん、遅れすぎたね。まあ、クラブがね、下から来たらやっぱりちょっと左サイドには乗れてないってことで。下の意識強いから一回素振りしてから行った方がいいんじゃない、うん、そう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 、そこのお尻のところでキュッてフィニッシュでしまってるぐらいの感じの振りだよね。うん、今のは悪くない。左腰を引くのを意識、やめたいんだったらやっぱりお尻がグッてこう締まってるフィニッシュのイメージ。うん、そして腰が引けたら絶対締まらないから。これお尻緩いべ今ダラーンとしてるべ。キュッと締めてもらえ。それ でも、しゅんちゃんできてたんだよ、ちょっと前まで。まあ、ただこうやって行っちゃってるっていうのはあったけど、意識してる時はできてたからね。違う、俺もう買ってきたよ。うん、歯医者やった。